皆さんこんにちは。世界ランキング1位の小田凱人です。2023年車いすテニス、小田凱人17歳が歴史を作った。グランドスラム史上最年少の優勝、そして史上最年少の世界ランキング1位だ。僕の憧れの選手は国枝慎吾選手です。憧れから受け継がれた物語。今病気と戦っている子どもたちの、ヒーロー的な存在になれるような選手を目指して、新しい時代を切り開くために。優勝しか見てないんで、それ以外はもう全く意識してないですね。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、お邪魔します。どうぞ。失礼します。はい。部屋戻ってきてから何してるんですか、いつも。ずっと音楽流してます。で、歌ってます、ずっと。世界中を転戦する小田選手。1年のうち160日はホテルで過ごす。見せてくれたのは、遠征に欠かせない必需品。これは毎回この化粧品、ワックスだったりポマードを入れるバッグです。化粧品とかどんなものを持ってきてるんですか？肌が弱いんで、うん、日焼けすると特に肌が、うん、抗がん剤の、なんていうんですか、後遺症っていうか、それで弱くなっちゃって。小田選手は9歳の時に左足に悪性のがん、骨肉腫を発症。股関節の悪性部分を取り除くための手術は12時間に及んだ。もう痛すぎて毎晩泣いてっていう記憶しかなかったんで。辛い抗がん剤治療を行いながら9ヶ月も続いた入院生活。左足に後遺症が出て、サッカー選手の夢は諦めざるを得なかった。そんな時に病室で目にしたのが、国枝慎吾さんがパラリンピックで金メダルを獲得する映像だった。単純にもうめちゃめちゃかっこいいなって思いましたし、自分もこうなりたいっていうふうに素直に思いました。車いすテニスがしたい、国枝さんのようになりたい、その思いが長い入院生活に希望をもたらす。退院後は父親を相手に何度もボールを打ち込んだ小田選手。両親の支えも大きな励みとなった。僕の将来の夢は車いすテニスで世界一になることです。僕が入院していた時に毎日付き添ってくれたお母さん、テニスの練習に頑張れ。テニスの練習にいつも付き添ってくれたお父さん、本当に感謝いっぱいです。だからこれからもよろしくお願いします。めきめきと実力をつけ、15歳でプロ転向。次々に最年少記録を塗り替える。去年は憧れの国枝さんとの対戦であと2ポイントで勝利というところまで追い込んだ。グランドスラムの優勝50回、レジェンド国枝さんが感じた小田選手の強みとは。全てやっぱり強打できる、ここはやっぱり彼のストロングポイントですよね。見ててうわすげえなっていうふうに思わせるテニスなので。小田選手に嫉妬することってありますよ。ああ、かっこいいですね顔。そこはね、僕が持ってなかったものかなと思います。
今年1月、小田選手に思いもよらぬ連絡があった。それは国枝さんの引退。直接電話もらって伝えてもらいました。いやもうかなりショックでしたけど。その時国枝さんはこんな言葉を託した。これから車椅子テニスを引っ張っていってくれということを伝えましたね、今年4月、小田選手が挑んだのはグランドスラムに次ぐ世界大会の一つ、ジャパンオープン。国枝さんが9回も優勝してきたこの大会で初めて決勝まで勝ち進んだ。1セットは取られたものの、得意のパワーショットで怒涛の巻き返しを見せる。そして慣れてないかな。まさか国枝さんから渡されるとはっていうのはありましたけど、やっぱ嬉しかったですし、僕もその期待に応えれるように頑張るんで、僕の成長っていうところだったりグランドスラム優勝っていうところも、ぜひ見てほしいなっていう思いが強いです。国枝さんがいたからここまで頑張れた。今度は自分の番だと胸に誓っている小田選手。今、病気と戦っている子どもたちの、ヒーロー的な存在になれるような選手を目指して。試合以外でも積極的にイベントなどに出席し、車椅子テニスをしている子どもたちに自分の考えや経験を伝えている。して頑張りたいと思います。同年代の小田選手が頑張ってるから自分も頑張りたいってこう頑張りの糧になってるってところも少しありますね。大越さん、はい、どうぞ。教えてくれてありがとう。こちらこそ。森田小太郎くん8歳。脳性麻痺の影響で1歳の頃から特に足に障害がある。今誰が一番好きですか？小田選手。小田選手が好き。やるとしたら抜かしたい。2年前から車椅子テニスを始め、月に一度の練習を楽しみにしている。次に向けての目標を聞かせてください。次に向けてバックハンドの天才になる。小太郎くんは今月足の筋の手術を控えていて、1ヶ月半ほど入院するのだが。テニスなら全然俺でも頑張ろうって思うけど、手術は必ず絶対嫌だ。その気持ちをさ乗り越えれるといいね。小田選手みたい。乗り越えられない。小田選手は絶対応援してると思う。小太郎くんね、覚えててくれたじゃん、前だ。まあね、嬉しいやん。これはどうだ。僕はそれよりもっと怖いんだもん。手術が不安でたまらない小太郎くんに小田選手からメッセージが。怖かったし、自分もそれを経験したっていうのを感じてくれればちょっと和らぐんじゃないかなと思いますけど、もっとこう車椅子テニスを好きになってくれれば目標できると思うので、それがあればなんかこう我慢できるかもしれないので。子供たちの思いも背負って決戦の地フランスへと飛び立った小田選手。迎えた
全仏オープン準決勝、世界ランキング7位の選手を相手に世界2位小田選手のパワーショットが光る。鋭いリターンエースを連発。小太郎くんも小田選手のサイン入りラケットを持って応援。頑張れ頑張れ小田選手、マッチポイントどっちだ、頑張れ、いや絶対小田選手だ、頑張れ。小田選手は見事勝利。頑張るなら俺も頑張る。手術を頑張る、うん、絶対頑張る。初めてのグランドスラム優勝、成し得る準備はできていた。イメージトレーニングも本当に一日にも欠かさずやったんじゃないかなってのありますし、その優勝する瞬間をなんかこう想像しながらっていうのは、気づいたらやっぱりそうなってますし、それだけ自分が求めてる。その言葉通り、決勝で世界ランキング1位の選手を撃破、史上最年少でのグランドスラム優勝、同時に史上最年少で世界ランキング1位を達成した。凱旋を果たした小田選手には新しい夢が加わっていた。今まではその病気と戦う子たちだったり入院中のっていうところを言ってきましたけど、まあ、それプラスやっぱりその障害にある障害があるない関わらず憧れるような、選手にはなっていきたい。